絶対1位じゃないな、なんで評価してくれないんだ、実力のなさがやばい、勝てないんだな、これで書くのやめちゃったりしないでほしい。うわーすごい、いや面白かった、下克上、まだ見ぬ明日に証明、人の宿命は証明。今回も第2課題への取り組みの様子をお届けしていきます。今回はですね、惜しくも第1課題でランク圏外となってしまった林さん、押石さん、そして七石さん、大石さんペアです。さらに今回の配信では第2課題の10位まで発表していきたいと思います。めっちゃ気になってる。今回気になる組いますか、どうですか、女子が気になる、もう感情 VS 感情が今回はどう、そうね、前回県内だったけど結構ポジティブだったね、2人ですからね。それでは早速 VTR を見ていきたいと思います。さくらさん、3組がリベンジを果たせるような熱い VTR 振りをお願いいたします。はい、いきまーす、勝負、うん、すごい。第2課題は読み切りネームとキャラ絵、うん、第1課題ランク圏外だった3タッグ、この中から第2課題ランクインを果たす下克上タッグが生まれる。まあでもバトル漫画やるっていう発想でいいのかな、ね、いいでしょう、いいでしょうと思います。だってしない理由がないっていうか、もうそこだもんね、強気。得意な漫画のジャンルはバトルという惜しいし、今回の応募作品でもバトル漫画を描き玉田に指名されていた。まあ、バトルが描ける方と組みたいっていうのがあって、押石さんの書かれてる投稿作のバトルっていうのにすごく魅力を感じたんで、それが一番組みたいと思った理由だったんですけど。私に合ってそうな題材を教えてください、玉田さんの考える。身近でちょっとこう綺麗なイメージがあるようなモチーフを使いたいイメージがある。結婚式とかどうですか。はいはいはい、そのブライディングプランナー的な人がバトルするんです。最初のシーンから入るとしたら、普通に美しいウェディングが1ページ目なんです。で次のページで外が血まみれとかみたいな、戦争がやってるっていうのが。惜しいし玉田タッグ第2課題発表からわずか4時間で早くも大まかなテーマが決定。ランク圏外の影響などないように見えた惜しいしだったが、締め切り2週間前、ここ、ね、打ち合わせのためスタジオジャンププラスを訪れた玉田がそこで見たのは、あ、これは、いや、これはやる気を出すためにマグレさんすごいな、いや、そうは言われてないのに。壁には自分を奮い立たすため自分で貼ったという言葉が。前玉田さんとその第2課題発表して以来今あったんですけど、私次の日がすっごいひどくて、メンタルが結構、自分ってその悲観的に物事を見る傾向やるというか、なんで評価してくれないんだとも思うし、いや自分の作品クソだからしょうがないわっていうのもあるし、世界が狂ってるんだみたいな、なんかそんないろんな感情がもうすごかったですね。まあ力不足なんですけど、思ったよりやっぱりショック受けられたんで、まあ励ましたいなっていう。自信喪失中の惜しいし、得意のバトル漫画で第2課題ランクインなるか。ここ来た、七子来た。締め切り3週間前、こちらは原作を担当する七子と作画を担当する大石による同級生コンビ。ここやっぱバランス感いいですよ、なんかいいですね、同級生コンビ頑張ってほしいな。わかる。漫画経験値がほぼゼロという2人にタッグの浅湯は、まあ僕が思ってるのは、まあ失敗できないんで、やっぱ3本ぐらい企画を立てる、はい、
デザインもその時一緒っすよね。そうっすね。登場人物も。そうっすね。結局どっちかってそっちが重要っていうか、わかりました。そこがにアイデアがないと、やっぱギャップとか驚きとか普段ない絵としても面白さがあればあるほど強固になっていくんで、今回みたいに可愛い女の子は首折っちゃうとか、うん、死神が首突けるとか、まあ非常にわかりやすいやり方だと思いますけど。そうっすね。なるほど。でその中で、あ、じゃあこの企画とキャラだったら面白そうだねって話になったら作業開始っていう感じですよね。よっか。3本やん。まあでもそうっすよね。それが、それが正しい。ベストっす。そうっすね。そうっすともう。頑張れ。浅井は3つのテーマに加え、キャラ絵も見た上で一つに絞ることを提案。そして4日後、2人は3つのテーマとキャラ絵を提出。浅井の目に留まるものはあるのか。全部ボスやったらメンタル来て作り直すしかない。助けて全部ボスやったらもうやだーやだ、全部ボスはやだ、全部ボスやだ。浅井さん優しく伝えてくれるやろな。とそこへ浅井から連絡が。で、2つ目は人形使いの方ですね、はい、人形使いという人形姫か、はい、これも面白いと思います。おー、見事人形をテーマにしたものが浅井の目に留まった。なるほど。2つ目の人形姫のものは七瀬さんのやりたいこともあって、で結構オリジナリティもあって非常に面白いと思ったんですが、ちょっとまだクオリティ的に達していない可能性があったので、あ、ブラッシュアップしながらプロットに落とし込んでもらうっていう形でってご提案して。やべえなぁ、浅井さんに塩ついてきてるなぁ。いやマジで、いや今日なんかほんまに思ったなぁ。うわすげぇ、大好きじゃん浅井さんのこと。一方、感情描写が得意という林畠山タッグは、林さんが今の中でパッて浮かぶ描いてみたいテーマとか、うんうんうん、でもバディは描きたいです。少年誌にしたいなってのもあるんで、うん、青春っぽい感じの方が、うん、学生舞台で主演2人とか、学生の時にしか出せないエネルギーみたいなのって絶対ある。わかると思うんですよね。それはありかも、うん、でも林さんのテイストには合ってると思う、うん、私は結構青春っぽいものを読みたいというか、はい。第二課題のテーマは演劇部と青春。4日後スタジオジャンププラスを訪れた畠山、演劇部の経験がない林のためにあることを用意した。今日は私の知人で演劇経験者の方が、高校時代の演劇経験者の方がいるので、その子にちょっと部活時代の話を取材させてもらおうかなと思ってビデオ通話をする予定です。林に演劇部のよりリアルなバックグラウンドを学んでもらうため、畠山は経験者に取材できるようにスタンバイ。より作品に深みを出すため、これも編集者の大事なお仕事。本番前とかって結構みんなで気合い入れたりとか、掛け声とかって結構私吹奏楽部だったんで あったんですけど、吹奏楽部だったんだ。演劇部でみんなで手重ね、うん、行くぞーみたいな。なんかそう、掛け声誰かしらが言って、今日じゃあはい誰誰みたいので言って、あ、なるほど。誰かがおーみたいな。演技が下手とかっていう感覚がそもそも私わからないんですけど、明らかに下手だよねってみんなが思うとすれば、はい、棒読みだとか。そういうことね。やりづらいですよ、やっぱ感情乗ってない人と喋ってるの。ああ。シリと喋ってるみたいな感じ。なるほど。最初の本当台本外したての時は結構みんなそんな感じ。何だか使ったんだ。みんなシリ。みんなシリ。めちゃくちゃ参考になりました。やっぱその経験がある人にしか出てこない言葉だったりとか、そういうのがあったんで面白かったです。やっぱり作家さん自身も、自分の中だけで調べていくよりも一個外の刺激とか実際に経験した方のお話を伺うだけで、自分の頭の中だけで構築してたものがよりリアルになっていくというか、嘘のないものにどんどんなっていくのはすごく大事なことかなと思ってます。演劇部の人が見た時にそんなんじゃねえよって思われたら終わりだもんな。あ、そもそもなぜ今回時間のない中全く知識のない演劇をテーマに選んだのか。いや前回が悔しかったんですよね。前回の結果が悔しくって、
なんか自分の中にあるものだけで多分勝負しても勝てないんだなって思ったので、じゃあやったことないこととかやってみたかったこととかに多少しんどくても挑戦した方がいいなっていうのはすごく思いました。なるほど、ね、もっとやったらいけたんじゃないかみたいな気持ちにちょっとなっちゃって、 そこがすごい悔しかった。感情描写を得意とする林、より深みのある表現で第2課題ランクインなるか。こちらが各タッグの第2課題のテーマ。何か起きるかもって思っちゃうセリフだと思うんですよ、はい、そこの間がないとちょっと成立しないかな。別にガチだよって返せる人になっててもいいんですけど、ちょっと中だるみしてる感じがあるかなっていう気がするので、もう少しやっぱ小回りと絵的な驚きやっぱ欲しいかなっていう。ちょっと設定が多分多くて、二人の愛情みたいなものがいまいちこう頭に入ってこないというか。そうやってやってんだあれ。何なんだ。最高に面白い漫画を描くため打ち合わせを重ねるタッグたち。そして締め切り前日、第2課題投函一番乗りは提出します。自信喪失中の惜しい人玉田のタッグ。やっぱアクション得意だから早かったのかな仕上がりが。どうしてもその手応えがなくて今回は絶対1位じゃないなって思って申し訳ないなと玉田さん。世の中にはない新しいものを書いてやったぞみたいな気持ちがないというか、なんだろう、すごい無難に課題をこなしちゃったなっていうか、すごいネガティブになってるよな。藤田越えしてるね。数時間後、林・畠山タッグが投函。お疲れ様です。数日間の安らぎ数日間の安らぎが、お休みが、はい、嬉しいです。一方、七志・大石・浅井タッグはやばいっすね。やばいっす。コマが暴れ回ったんですよ。もうすごい見にくくなってるんで、浅井さんにちょっと整えようかみたいな感じで、その整える修正点と書き込みっすね。いやもう実力のなさがほんまにやばい。みんなちょっと落ちてきてる。仕方ないよな。締め切りまで残り12時間、間に合わなければその時点で失格。そしていよいよ迎えた締め切り日。まずは第一課題で3位を獲得したネガティブ藤田リンタッグが投函。疲れました、早く寝たいですね。自信あります。いや、ないです、ないです。終わってよかったって感じです。続いて第一課題で2位を獲得した最年少夏井岡本タッグが投函。自信はないですけど自分では納得してます。提出します。封筒の癖。第一課題で1位を獲得したフェチ全開ギザ猫リタッグが投函。納得いく作品になったのではないでしょうか。締め切り5分前、最後はギリギリまで粘った同級生七志大石浅井タッグが投函。おなしゃっギリッギリでした。ほんまにです。はよ次書きたいです。どっちも今回はできない、なんか満足いってないんで、もう早く次の作品書いて、なんか今回学んだことを生かしたらもっといいの作れると思うから。脱落とかがないのがまあいいね。そうだね、切り替えられるね。この後ついに第二課題の審査が始まる。おいよいよ本当に分かってきましたね、作家さんたちのパーソナルと手癖みたいなものが。これはまたね、どれが良かったとかって一概には言えん、難しいな。難しいね。さあということで、候補者の皆さんが書いた読み切りネームとキャラ絵なんですけれども、すでにミリオンタッグの公式サイトで配信されております。うわ、マジで見てから見た方がいい。うん、そうですね、マジで見てから VTR 見た方がいい。絶対その方が楽しいです、ね。はい、概要欄に URL ございますので、ぜひチェックしてみてください。逆でもいいぐらいだもんね、その漫画にこっちの URL つけた方がいいね。果たして1位を獲得するタッグは。作品の審査を行うのは
少年ジャンププラスを立ち上げ、現在編集長を務める細野と、同じく少年ジャンププラスを立ち上げ副編集長を務める揉山、さらにゲスト審査員羽田圭介、芥川賞や文芸賞を受賞する超大物小説家、誰にも真似できない発想力を持つ羽田は各タッグの漫画をどう評価するのか。ただまあ漫画はやっぱ絵と文字両方あるんで、静止画1枚で時間の動きが表現されているものっていうのがやっぱ漫画の強みだと思うので、そういうのを重視したいですね。ゲスト審査員羽田圭介を含めた3人で審査を行い、1位から3位までの順位を決める。なお4位以下は決めない。1位に輝いたタッグには漫画制作のためのご褒美が贈られる。これは確か迷いますね。迷いますね。 T シャツの癖がすごい気になるわ。まずはギザ猫リタッグの作品、タイトルは目覚め。高校生の亮太と美代は幼馴染で、周りから熟年夫婦と言われるほど仲が良かった。そんなある日、亮太は美代のおっぱいに偶然触れてしまったことで、美代を女として意識しだし、好きだと告白。美代も亮太が好きだと告白し、無事両思いだと分かったその時、亮太は今までの自分になかった何かに目覚めてしまう。こう漫画のいいところの一つは、まあ、入りやすさみたいなところだと思うんで、それがすごくあのネームに出ていて、あの頭空っぽでこういい意味でぼーっとしながら読めるみたいな、それがすごくこの作品のいいところだなと思いました。山場の後が割とオリジナリティのある変な展開があるなっていう、ほぼ登場人物この2人だけで成立させられるっていうシンプルな面白さっていうのがいいなと思いましたね。ページが39ページ一番短いのか、短くまとめられるのも力だなと思ってもするので、そんな中で自分の個性とかやりたいことを全部見せられてるっていうのはすごく作家性があるなと思いましたね。続いて林畠山タッグの作品、本物ダイアローグ。主人公は高校1年生三山聡と演劇部のエース奥村光。小さい頃のふとしたことがきっかけで、三山はいつも嘘をつきながら学園生活を送っていた。そんな三山の本性を奥村は見破り、演劇部に勧誘する。奥村が演劇に対し真剣に向き合う姿を目の当たりにすることで、三山は演劇に魅せられつつ、嘘だらけだった自分と向き合っていく。演じるっていうことと、まあ、嘘をいつもついてるっていう、その組み合わせのアイデア、設定 の, あのアイデアがすごく面白いなっていうふうに思いました。個人的に学校で行われてる話そんな興味ないんですけどでも場の空気の真剣勝負っていうんですかね、本当に真剣を持った者同士が動くに動けなかったりするような緊迫感のある空気みたいなものっていう、この空気を文字と絵両方で一瞬発揮された技の巧みさでいうと、これこの今作が一番って感じですね。はい、そう、最後のそのプライベートシーンでなんか計算以上のものが出てきたんじゃないかなとか思って、ね。はい、続いて七瀬大石浅井タッグの作品、人形姫とメイド人形。メイドで人形の女子高生雪代真白と、人を人形に変える力を持つ麗しき生徒会長姫吉黒江。真白は生徒会長黒江の能力で人形にされてしまい、学園でメイドとして仕えていた。そんなある日、クラスメイトが失踪する事件が起こる。真白は事件解決に奔走するも、犯人に捕まってしまい、バラバラにされそうになったその瞬間、生徒会長の黒江が救出に現れるのだった。これ作家さんが好きなものをめちゃくちゃこう入れ込んできたんだろうなっていう思うような、はい、ちょっとそのおかげで少しまとまりに欠けてる部分もあるなっていうのは正直思って、なんか人形にするっていう、いや全然こっちそんなにまだ納得できてないんだと思うんですけど勝手に話進めちゃってる強引さっていうのは
はいいですよね、なんか。あ、いいんだ。いいんだ。作者自身が何にも疑ってない感じっていうのはいいですよね。ただまあ一番最後まで読むとその二人の関係性がまあはっきりしてきたので、これ読んだ上で次の話はもうすっきりと気持ちは変わりそうだなと思って、まあその最初のその強引さっていうのがまあ特徴的でもあり、もしかしてこう少し読む読者によっては読みづらかったり弱みありそうだなとは思いました。続いて藤田リンタッグの作品、タイトルは真夏の栄光。イラストレーターを目指す中学生カナ、ある日カナの母親が家出をしてしまう。行き先は父と付き合って初めて旅行したという沖縄。それを知った父はカナを連れて沖縄へ向かう。思い出の地を巡っていくうち、カナはあることに気づいた。それは夫婦喧嘩は嘘で、この旅の真の目的は不登校になってしまっているカナと会話することだったのだ。読んでる側の生活とか人生を振り返させてくれるっていうんですかね。あ、確かにすごくレベルの高い作家さんだなっていうふうに思いました。わ、すごい評価高いのよ。ネットというかツイッターとか含めたウェブとかで作品が広がっていくんで、そういうふっと目に入った時に読めるっていう作品ってすごい大事になってきてるのかなっていう気はします。続いて惜しいし玉田タッグの作品、大出血ウェディング。ギャングのボスの娘シーカとその付き人ジェレミー、長く時間を共にした2人は結ばれ結婚式を挙げることに。しかし父親が殺され多額の遺産を相続することになった娘は、町中のギャングたちから命を狙われてしまう。それでも彼女の普通の幸せを願う付き人は裏社会のウェディングプランナーに結婚式を依頼。ギャングたちの銃弾が入り乱れる血みどろの結婚式が今始まる。今回のロック作品でいうとこのおしいさんの作品が一番好きだったというか、一番話の中に驚きの展開があって、しかも期待に沿ったラストがあるっていうところがいいかなと思いました。普通の結婚式をうまく遂行するのかみたいな、そういう話かなって、そっちの方をすごい期待しちゃってたんで、はい、半分ぐらいでそこから方向転換したんで、はい、なんかそっちの方は読みたかったなってちょっと気づいながら読んでしまう部分。俺つえ話が好きな人にとっては8割以上の安定した感想を得られる作品だなっていう、一方で広くいろんな人にそれまでなかった考えを植え付けるとか、そういう力にはちょっと弱いかなって感じしますね。最後は夏井岡本タッグの作品、タイトルは CO2。 勇敢な男の子のブルーと能天気な女の子のティナ、巨大隕石の落下で長い氷河時代に突入した地球。二人は世界を温める方法が CO2 だと知り、 CO2 を生み出そうとする。そんなある日、ホッキョクグマが集落を襲撃。人々は集落周辺の食料が減ってきていることを悟る。ブルーは家族と共に集落の資源枯渇のため突如ティナの元を離れることになる。ちょっとこう物足りなさみたいなところもあるなとは思って、少し地味というかですね、この話に関してはツッコミどころは多いんですけど、ただこの空気を演出できる人は他のこと書いたらどうなんだろうっていう、ホッキョクグマがあっけなくどっか行ってと思わせておいて、実はめちゃくちゃ陰惨なことが起こるのかな実はそんな話になるかも思ったら、ホッキョクグマは何だったんだって感じ果たして第2課題、一番面白い漫画を描いたタッグは。うわ、というわけで口審査まで終わりましたと。よかった。ちょっと前回よりも、気持ち、厳しめな意見もちょっと入りつつでした ね、はい、予想、皆さんどのタッグが1位に入ってくるか。でもやっぱりナナシ、ベタですけど、このピンチにバッて入ってくるやつ、王道、ジャンプの王道っちゃ王道だよな、結局いいですよね。
いやー僕これ前回と一緒になっちゃうけど林さんかな。林さんね、あえてね実際にやってた人から聞いてるわけだからリアリティもあるだろうしね。人間のいいとこつついてるね、うん、やっぱおしさん本領発揮なんでしょうね。私が個人的にあのハッピーエンド大好き族なので途中で終わらなくてよかったってそういう民にとってはたまらない作品でしたね。僕は藤田さんかな。おじさんいいですねこれ、うん、お父さんずっと目ないでしょ。だけど一個だけ出てくんのよ。毎日友達と遊んで毎日ちかちゃんに会ってただけで満たされてたみたいなところ、ここいいですよねやっぱり。これ大事らしいね、やっぱ名シーン、メガネのキャラクターが確かに瞳映すシーンって名シーンだよな。そうなんだよ。果たして第2課題1位を勝ち取るタッグは、そして第1課題圏外から下克上を果たすタッグは、3位までにランクインしなかった場合順位の欄は空欄になる。まずは前回2位氷河期の世界を描いた夏井岡本タッグ。まあ次の課題に向けて気持ち切り替えてなんか前向きにそのアドバイスを受け止められたらいいなと思います、はい、続いて前回ランク圏外人形姫の楽屋サスペンスを描いた七瀬大石浅井タッグ。パラパラ、うん、はい、うわ県外か、次行きましょういいね切り替えてるね。いやマジで次行きましょう、ほんまに。続いては前回1位高校生の性への目覚めを描いたギザ猫リタッグ。うわすごい。いやでもすごいすごい。数字は存在してた。よかったです。よかった。あでも自信つきました本当に本当によかった。めちゃめちゃ難しい課題自分でしちゃったなと思ってたんで正直不安だったんですけど。続いて前回3位親子の絆を描いた藤田凛タッグ。いいかな。めっちゃ最高だから。おお、予想より上じゃん、ね、ちょっと予想より上だから釈然としないな、ね、最後に1位飛んだのが苦しいからこの辺で1位飛んの嫌だね別に、うん、次の作るです作りますよかった。喜びはありますよね。いや喜びはいや出ちゃってるよ顔に。いや出ちゃってるよ顔に今出てたぞでももう間違いなくやっぱ藤田さんの作品は良かったので。良かった。結局大ヒットする作品を描きたいんだったらいろんなたくさんの人が好きって言ってくれる作品が描けないと。そう思うとやっぱすごいですよねヒット作って。そうですよね。1位3位はすでに決定残るは2位のみ。自分の中にあるものだけで勝負しても勝てないんだなって思ったので多少しんどくても挑戦した方がいいな。未経験の演劇をテーマにより深い表現を追求した林畠山タッグか。どうしてもその手応えがなくて今回は絶対1位じゃないなって思って。自信喪失の中得意のバトル漫画で勝負した押石玉田タッグか。ランク外だったのは押石玉田タッグ。すいません。嬉しすぎるこれは。頑張れ押石。いや違ういいのよ。やっぱ評価されたいんですよね。そうだね。そうだね。いや僕もそうです。くそ。
スタートとしてそういう深いテーマよりもシンプルに楽しめるものを作ろうって話で始まっちゃってるから、はい、君のせいじゃないです、はい、そもそも新人さんなんだからしっかりテーマ作ってやろうよってあるかもしれない。ありがとう、はい、だからこれは僕のディレクションミスでもあると思う。良かったです、玉田さんがいてくれて。第二課題の結果はこちら。第一課題では3位だった藤田が見事1位を獲得。県外だった林が2位、七志大石コンビと押井氏は未だランクインならず。押井氏さん大丈夫かな。エネルギッシュな方ですから、うん、本来の闘争心に変えれると思うんだけどな。でもこれで最後をもう取ったら、うん、アナザーストーリーが出来上がるんですよ。そうよ。だからそれこそ七志大石ペアもね、うん、あそこまだランクインがないわけだけども、うん、そうです。もしかしたらもう第1第2第3で経験積んですごいことになるかもしれないですね。そうですね。さあ、それでは最後は番組恒例の企画です。石橋さんの一言次回予告のコーナーでございます。石橋さん、次回の見どころ一言でお願いします。なんだろう、はい、ミリオンタック次回の見どころはギザネコ&リタック亀裂が、え、こう向きたい。あっていいと思いますけど、いや、くそー、漫画わかんなくなりました。何を言ってんだこの人は。あ、まあ、めちゃめちゃ褒めてるな。すごい、今すごいですよね。楽しければいい、自分が好きになれれば何でもいいと思う。俺が好きなものを人に教えてあげる、みんな知らないだろうからっていうつもりでなんか書いていく。漫画家志望の人はみんな見た方がいいね。本当ですよ。